ボイン側の戦いは1690年7月1日、ウィリアム3世率いるイングランド・オランダ連合軍と対位させられたジェームズ2世率いるアイルランド軍の間に行われた戦い。アイルランドのボインは赤藩で行われた。イングランド軍3万6千人とアイルランド軍2万5千人が戦い、ウィリアム3世が勝利してイングランド王位の保持を決定的なものにした。 1688年の名誉革命で王座から追放されたジェームズ2世はフランス王類14世を頼りフランスへ亡命。代わりにジェームズ2世の老いでオランダ総督のオラニエコーウイレム3世がイングランド貴族に昇聘され妻であるジェームズ2世の娘メアリーと共にイングランド王及び女王に即位。イングランドはウィリアム3世、メアリー2世の共同統治となり 翌1689年に権利焦点が採択され、新政権が誕生した。しかし、スコットランドでは、ジェームズ2世を支持するジャコバイトのダンディー死者クジョン・グラハムが反乱を起こし、討伐に向かった政府軍の戦いでダンディーは戦死、反乱は収束したが、アイルランドでも、ティアコネル博、リチャード・タルボットをはじめとするジャコバイトが新政権を認めず、 ジェームズ2世を支援する方針を取ったため、イングランドは不安定な状態に置かれていた。フランス王類14世も大同盟戦争で大陸侵略を行う上でイングランドを釘付けに、するため、ジェームズ2世を援助して、フランス艦隊を派遣、大井奪還を狙うジェームズ2世が3月にアイルランドへ都会して、ジャコバイトがウィリアマイトの勢力圏に侵攻すると、 イングランドもアイルランド出兵に踏み切り、ウィリアマイト戦争が始まった。ジャコバイトは、アイルランドの大半を制圧していて、北部アルスターの都市ロンドンデリーとエニスキレンで、抵抗していたウィリアマイトを撃つべく北上したが、4月から始まったロンドンデリー包囲戦は8月に切り上げて、失敗。7月31日のニュータウンバトラーの戦いに敗れてアルスターは、ウィリアマイトが平定した。 イングランドは8月にフレデリック・ションバーグ率いる遠征軍をアイルランドへ送り出しベルファストから南下したが薬病の流行で無駄に兵を失う羽目になりベルファストへ撤退戦線はそれ以上広がらなかった状況が打開したのは翌1690年になってからでウィリアム三世は自らアイルランドへ向かうことを決めて6月にイングランドから出港、ベルファストに到着して ションバーグと合流、ダブリンを目指して、南下を開始した。ジェームズ2世も、迎撃の姿勢を取り、イン下半のドラハダで待ち受けて7月1日に、戦闘開始となった。両軍は、ボイン側を挟んで、退治。ボイン側の南岸は、ジャコバイト軍2万5千人が布陣ドラハダから西で両軍の中間に位置する、オールドブリッジというボイン下半の集落に、ティアコネルが陣を張り、 ジェームズ2世はそれより南に下がった丘に本陣を構えていた。ウィリアム3世率いるイングランド・オランダ軍3万6千人は川の北側に布陣した。ウィリアム3世は戦闘開始前の6月30日に敵人と浅瀬の調査に赴き、視察中にジャコバイトに砲撃され、軽傷を負ったが、オールドブリッジからさらに西で上流に近いロスナリーという場所は、 満潮でも渡れるため、ここに目をつけた、ウィリアム三世は軍を2分する作戦に出た。また、ドラ肌に近いドライブリッジも干潮時に渡れるため、主力は、ボイン側を溶かして、敵を叩く方針で固めた。7月1日早朝、ウィリアム三世は、右翼の1万人を、ションバーグの息子、メーナード・ションバーグに預け、迂回奇襲を命じて送り出した。メーナードは、 この命令を受けて、戦場を大きく、右へ迂回して、ロスナリーへ向かい、守備隊を撃退して、とかを果たした。ジェームズ二世と側近のローザン公、アントナン・ノンパルド公門は、危機に対処すべく、丘を降りて、ロスナリーへ急行したが、沼地に阻まれたいに戦闘を行うことなく、時間を無駄にしていった。また、ジェームズ二世らは、全軍の大半をロスナリーへ連れていったためティアコネルは、 劣勢で、イングランド軍に立ち向かわねばならなくなった。オールドブリッジ方面では、ティアコネルとウィリアム3世が戦闘に入り、ジャコバイトの騎兵隊を率いるジェームズ2世の諸子の、ベリックコージェームズ・フィッツジェームズは、ティアコネルの命令で、イングランド・オランダ軍の都下を阻もうとしたが、失敗、十時に艦長になり母ン側の水量が減ると、イングランド軍は、都下を開始した。 イングランド・オランダ軍左翼は亡命誘導部隊を率いて、ショングーグが溶かしたが、アイルランド騎兵隊の反撃に哀戦死した。しかし、他の地点では数に勝るイングランド軍が優勢で、ウィリアム3世は左に回り込んで、ドライブリッジを渡り、ジャコバイト軍の右翼を側面から攻撃して、勝敗を決定的にした。日に、ディアコネルはロスナリーに止まっている。 ジェームズ2世とローザンに撤退を伝え、ジャコバイト軍はダブリンへ撤退した。ジャコバイトの損害は1500人以下で、イングランド・オランダ軍は750人以下であった。ジェームズ2世はダブリンへ戻った後はフランスへ逃れ、ウィリアム3世はジェームズ2世退去後のダブリンに入り、東部のジャコバイトは降伏してレンスターはイングランド軍が平定した。ローザンとティアコネルも フランスへ渡りジャコバイトの指揮は一時ベリックに託され、残りのジャコバイト勢力圏で抵抗を続けた。ウィリアム三世は後をオランダの将軍ゴダード・ギンケルに任せてイングランドへ帰国。翌1691年から大同盟戦争で大陸遠征に出かけ、フランス軍と戦った。マンスターはリムリックを除いてイングランド軍がほぼお制圧。 1691年6月のアスローン包囲戦で、ギンケルはアスローンを奪い、この音へ進出。待ち構えていたジャコバイトも7月12日のオーグリムの戦いで破り、この音を平定8月にジャコバイトが牢上しているリムリックへ進軍、包囲した。ジャコバイトは1月にフランスから戻ったティアコネルがベリックと交代して、再度指揮を取り、ベリックはフランスへ向かった。 包位直前に、ティアコネルが亡くなりパトリック・サースフィールドが抵抗を続けたが、劣勢の上援軍の見込みもないことから10月に降伏、アイルランドはイングランド軍に完全閉廷された。ルイ14世は、以後も、ジェームズ2世への援助及びイングランド遠征を、企てたが、1692年のバルフルール岬とラオーグの海戦で、 フランス艦隊がイングランド・オランダ連合艦隊に大敗して、イングランド侵攻は失敗、ジェームズ2世の福井も実現しないまま終わった。ウィリアム・マイト戦争の勝利で背後の安全を確保した、ウィリアム3世は戦力を大陸に差し向け、戦局は大同盟戦争へと移っていった。山本忠、図説アイルランドの歴史、川出処防審者、2017年、60ページ。 ISBN 978から4から309762531ともきよ P117P121P130P133 ともきよ P133P144 ともきよ P144P147 ともきよ P147P149P153P171 ありがとうございます